Thank you.
自然動物です。大雪山の夏は短いだけにその美しさは鮮烈です。6月下旬の山開きの頃はまだ残雪があり、雪の消えるのを待ちかねたかのように高山植物が咲き始めます。夏を待ちわびているのは植物だけではありません。遊歩道でも見られる愛嬌もののシマリス、冬は冬眠して春を迎えます。神々の遊ぶ庭には貴重な動物も見られます。日本で初めて大雪山で映像が確認された銀山マシコ、国の天然記念物に指定されている薄葉貴重なの高山蝶、氷河期のような綺麗な環境の中で生き残ってきた打球石、厳しい環境の中で生きるこうした動物たちを運よく見かけたら遠くからそっと見守ってください。下界の残暑が嘘のように8月下旬には秋の装いが始まります。まず赤く染まり始めるのは七かまどやジングルマです。森林限界から裾野に向かって大雪山は錦の衣を羽織っていく。この朝日岳ロープウェイからは気軽に紅葉を楽しむことができます。確かに広がる紅葉とともに天気の良い日に五色岳、本花雲岳、おひたてしけ山、美瑛岳、十勝岳、富良野岳、遠く足別岳、上川盆地6号に諸般別岳を望むことができます。紅葉と競うように9月末には朝日岳に雪が積もり、山では初冠雪が予想されます。10月末には裾野まで白銀の世界へと移り変わり、暑い時期を感じて大雪山は大空間へ盛り入ります。冬の山は雲に覆われていることが多く、厳しい寒さが続きます。風が乗って天気の良い日にはダイヤモンドダストを見られることがあります。寒さによって大気中の水蒸気が凍り、太陽の光を反射してキラキラと雲中に漂います。こうした寒さと空気の清涼さを求めて雪の博士中谷宇吉郎防衛大教授が朝日岳温泉で雪の結晶を観察しました。雪の結晶は全て六角形が基本でどれ一つとして同じ形のものはありません。大雪山中でも朝日岳の雪質は日本最高と言われています。朝日岳ロープウェイ姿見駅からは 4000m に及ぶダイナミックなスキー滑降を楽しむことができます。大雪山の春は遅く、ロープウェイ朝日岳駅周辺では例年5月中旬に雪が降り、色鮮やかなエゾノリュウキンカの花が一斉に咲き始めます。大雪山が織りなす四季折々の素晴らしい景観をぜひお楽しみください。この朝日岳ロープウェイは年間を通して運転しております。まもなく朝日岳駅に到着します。お忘れ物のないようお支度願います。本日は大雪山朝日岳ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございました。またのご登場をお待ちしております。今のとこ食べれない。いいよ。どこあるの？
進行方向向かって右側のドアが開きます。ドアから少し離れてお待ちください。右側のドアが開きます。こっちへは一緒ドアが開きます。はい、6位お疲れ様でした。